投げて打って走って、今や知らない人はいないでしょう。みんな大好き、大谷翔平選手。2021年の大ブレイクには、日本のみならず、世界中の野球ファンが熱狂し、年間 MVP の獲得には、誰もが称賛の拍手を送りました。メジャーのスター選手たちも、敵味方関係なしに、大谷選手のサインが欲しい、と発言するなど、大谷選手の人気はとどまることを知りません。大谷選手は同じプロ野球選手も含めて全ての野球ファンを虜にしているのです。彼がすごいのはアンチがほぼいないということです。二刀流での大活躍もあって、メディアでも肯定的な意見ばかりが目立ちます。大谷選手のことを見ていると自然と応援したいという気持ちにさせられるのです。そして大谷選手は子供からお年寄りまで幅広い世代に人気なのも特徴です。その理由は彼の飾らない性格にあるのではないかと思います。変に壁を作ったりすることなく、誰にも分け隔てなく接することのできる、いつも笑顔で周りを明るくさせてくれる、そんな少年のような器の大きな人間性が彼の大きな魅力の一つなのでしょう。ちなみに大谷選手は野球での活躍はド派手ですが、プライベートでは終始控えめです。休みの日には通訳である一平さんとふらっとショッピングモールに出かけたりするそうです。高級車を乗り回したり、ド派手な格好をしたりといった、いわゆるスター選手のような言動はありません。野球を離れると、ラフな格好でお出かけをしたり、どこにでもいそうな気さくでフレンドリーな27歳の青年なのです。というわけで、今回の動画は題して、大谷選手の愛すべき素顔のエピソード5000。ということで、私服はダサい？まさかのゲーマー？女性からモテモテ恋の噂は？料理もできるの？スター選手からも大人気？という5つのことについて、野球のプレーから離れた素顔のエピソードを5つ紹介していきます。今や世界のスーパースターとなった大谷選手ですが、彼のプライベートは一体どんな感じなのでしょうか。大谷選手のプライベートな素顔を知れば、彼のことをもっと好きになることでしょう。今回の動画が良かったら、グッドボタンやチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。またコメント欄に、こういうところ素敵だよね、こういうエピソードもあるよなど、大谷選手についてコメントしていただければと思います。あなたのコメントでこの動画のコメント欄を盛り上げていただけますと幸いです。さて早速ですが、大谷選手のプライベートな一面に迫っていきましょう。ダサい私服、ファッションについて。まず一つ目はファッションについてです。今や大谷選手といえば、赤と白のユニフォーム姿を思い浮かべる人が多いでしょう。あるいは日本ハム時代のユニフォーム姿でしょうか。ともかくユニフォーム姿が印象的な大谷選手の私服がどんな感じなのか気になったので調べてみました。球場入りの際の写真などを見ていくと、大谷選手の私服はシンプルなものが多いですね。あまりファッションにはこだわりがないのかもしれません。ファンの中でも大谷選手の私服についてはかっこいい派とダサい派に分かれているようなので、両方の意見をまとめました。まずかっこいい派。大谷選手の私服はかっこいいと思う派の人は、シンプルでスタイリッシュな感じが大谷選手に似合っていると評価していました。大谷選手は高身長で体格がいいので、それだけで見栄えがします。羨ましいですね。変にごちゃごちゃとした服を着るよりもシンプルな方が似合っていると思います。かっこいい派の中には特にスーツ姿がかっこいいと評価する声が多く見られました。スーツが私服かどうかは微妙なところですが、記者会見やイベントにスーツで登場する姿はとてもかっこいいです。背が高いので高級感のあるジャケットもバッチリ着こなしていますね。2021年のバレンタインデーの企画では、エンゼルスの公式ツイッターで大谷選手のスタイリッシュなジャケット姿の写真が公開されました。するとたちまちファッションモデルみたいと話題になりました。爽やかな笑顔も相まって本当にモデルみたいですね。実はこの時ジャケット姿の写真だったのは大谷選手だけでした。エンゼルスのマドン監督や他の選手たちはユニフォーム姿の写真だったので、より一層大谷選手のモデル感が際立ったのかもしれません。さらに大谷選手は2020年からドイツの高級紳士服ブランドヒューゴ・ボスのブランドアンバサダーも務めています。ファッションブランドの広報担当者が認めるほどスーツの似合う男性ということでしょう。次にダサい派です。逆に大谷選手の私服はダサいと思う派の人は、主にプロに入団したばかりの頃の私服について物申しているようです。大谷選手自身も日本ハム時代は兄弟からもらった服を適当に着ていると話していました。おそらくファッションについてのこだわりはあまりなく、
周りの人がいいって言うからこれを着ているくらいの感覚だったのでしょう。ダサい派の意見の中には逆にダサいところがまた可愛い、好感度が上がるといった意見もありました。野球選手としてのプレーが完璧なだけに逆にダメなところを見せられると母性本能をくすぐられるのかもしれませんよね。大谷選手の主食についてかっこいい派とダサい派の意見を見てきましたが、大谷選手自身は服装についてはほとんど気にしてなさそうです。彼にとっては何より野球が一番。たとえそれダサいよと言われても、そうですか、僕はモデルじゃないのでそれなりに着られればいいんですよとか言いそうですよね。ただ大谷選手ほどの有名人になると私服にさえも注目が集まってしまいます。本人は気にしていないかもしれませんが、私たちファンは大谷選手の着こなしをそっと見守っておくことにしましょう。まさかのゲーマー？ゲームが大好き。続いては大谷選手のハマっているゲームについてです。あれだけの結果を残せるのだから野球にばかり時間を使っているのではないかと思ってしまいますが、大谷選手は意外にもゲーマーです。ここ数年は特にクラッシュロワイヤルというスマホゲームにハマっているそうです。イベントで子供たちからどんなゲームをしているんですかと聞かれた時もクラッシュロワイヤルですと笑いながら答えていました。ネット上では野球にストイックな大谷でもゲームをやるんだと彼の意外な一面に驚く声も寄せられていました。大谷選手がクラッシュロワイヤルにハマっていると報道されたのは2018年、彼がメジャーに渡った年のことでした。日本語が通じない環境でエンゼルスのチームメイトとコミュニケーションを取ることが難しかった当時、大谷選手はこのゲームがきっかけで一気にチームに溶け込むことができたそうです。何でも大谷がやっているゲームを一緒にやろうとチームメイトが何人も参加し始め、エンゼルス内で大流行したのだといいます。ある時はチームの半数以上の選手が遠征中のバスの中でスマホを持ち寄ってクラッシュロワイヤルで対戦して盛り上がっていたそうです。メジャーの舞台で日々戦っているエンゼルスの選手たちが全員同じスマホゲームで白熱しているのを想像するとなんだか微笑ましいですね。さらに大谷選手は日本ハム時代のチームメイトやレッドソックスの選手たちも巻き込んでゲーム内でチームを結成して楽しんでいたそうです。大谷選手からゲームの輪がどんどん広がっていったのですね。これも大谷選手の人柄があってこそだと思います。ちなみに一番課金額が多かったのはエンゼルスで最高年俸を誇るマイク・トラウト選手らしいです。2021年トラウト選手の推定年俸は日本円で約42億円とも言われています。そんな選手が一体どれだけの課金額だったのか気になってしまいますね。年上の女性からモテモテ、恋の噂になった女性たち。さて続いては大谷選手の恋愛面についてです。大谷選手といえば年上の女性にとにかくモテているイメージ、いろんな場面で可愛い可愛いと言われている印象ですよね。柔らかくどこかあどけなさを感じる笑顔と優しく謙虚な性格が母性本能をくすぐるのでしょう。笑った時にハの字に下がる眉がなんとも可愛いですよね。こちらまで思わず笑顔になってしまいます。以前徹子の部屋に出演した際にも司会の黒柳徹子さんに可愛いを連発されていました。人懐っこい表情を向けられると自分の子供や孫のような感覚で見てしまうのかもしれませんね。そして野球一筋といった感じに見える大谷選手の恋の噂が報道されたこともありました。こちらもささっとまとめて見ていきましょう。アナウンサー、まずは報道関係者との噂。取材でインタビューを行うことも多い女子アナウンサーとスポーツ選手は何かと噂になりやすいものです。大谷選手と恋の噂が報道された女子アナは加藤彩子さん、三田由里香さん、宮地真奈美さん、久慈暁子さんなどフジテレビのそうそうたるメンバーをはじめ地方局や海外のアナウンサーもちらほら。ただほとんどが根も葉もない噂のようです。ちなみに大谷選手の好きなタイプは高身長で明るくスポーティーな女性とのことです。逆にチャラチャラした女性は苦手なようです。それを考えるとアイドル路線の女子アナとの交際はなさそうですね。芸能人、大谷選手ほど有名になると女優やモデルなど芸能人との噂も出てきます。過去には中条あやみさんや朝比奈彩さんとの恋の報道がありましたが、どちらも信憑性に欠けるようです。スポーツ選手、アスリート同士の恋愛も報道されていました。大谷選手と噂になったのは陸上の市川かな選手やソフトボールのカマラニ・ドゥン選手など。中でも一番信憑性が高いのが
バレーボールの加納舞子選手です。加納選手は大谷選手とお揃いのティファニーのブレスレットをしていたり、ロサンゼルスまで応援に駆けつけたりしていると報道されていました。本当のところは本人たちにしか分かりませんが、大谷選手が結婚するとなるとメディアは大騒ぎになりそうですよね。さらに大谷選手はファンの女性にも大人気です。大谷選手を応援する女性ファンは大谷ガールズと呼ばれ、年々その数を増やしています。そんな大谷ガールズの中でもひときわ目立つ存在なのがカイリー・リンクさんという女性です。彼女は日本語で私とデートしませんかと書かれた看板をスタジアムに持参して大谷選手を応援しています。何度も大谷選手をデートに誘い続ける彼女に、ファンの間ではこの大谷くんをデートに誘う女の子も名物になってきたな、彼は連絡するべきね、などの反応がありました。もちろん大谷選手と本当にデートをするなんてことはなさそうですが、カイリー・リンクさん本人はインスタグラムに次のような投稿をしていました。この男のために全力、私はとても楽しんでいるし、このファン活動をやっている最中に素晴らしい人たちにも会えている、このように投稿しており、全身全霊でファン活動を楽しみ、その過程で大谷選手を応援するファンのコミュニティが広がっているようです。大谷選手の活躍が基盤となってファン同士での出会いが広がっていくのはとても素晴らしい光景ですね。また YouTuber として活躍しているカオルさんも有名な大谷ガールズの一人です。彼女の大谷選手にかける情熱は計り知れません。カオルさんはインタビューでこんな風に話していました。大谷選手のプレーを観戦するためにアナハイムに引っ越しました。その費用も含めてこれまで彼に費やした金額は1000万くらいですかね。大谷選手のためにアメリカへ引っ越すなんてとてもすごい行動力ですよね。大谷選手の魅力にどっぷりハマってしまったということでしょう。さらにカオルさんは現地のファンの様子についても話していました。大谷選手に見てもらおうと自分で言葉を調べて日本語でサインボードを作ってくるアメリカの女性ファンが最近増えました。中には大谷結婚してと書いている女性もいます。選手としてだけでなく男性としても人気が高まっています。まだ独身なだけに彼は誰と結婚するのとみんな気にかけています。現地のファンたちも大谷選手の恋愛事情に興味津々なようですね。二刀流としてのプレーもさることながら野球に対する姿勢や人間性も素晴らしく、いつでも笑顔で人懐っこい大谷選手ですから、女性たちが放っておかないのも納得です。エンゼルスのチームメイトであるジャレド・ウォルシュ選手は大谷選手のこんなエピソードを語っていました。チームのバスの外にいた女の子4人が大谷が中に入っているのを知って泣き出したんだ。マイク・トラウトもかなり大物だけど、マイクがバスに乗っていても泣き出す子は見たことがないよ。このエピソードを聞くといかに大谷選手がものすごいスターなのかがよくわかりますね。バスに乗っているだけで女性を泣かせてしまうなんて大谷選手罪な男です。料理もできるの？大谷選手の料理について。続いては大谷選手の料理男子な一面についてご紹介します。トップアスリートにとって栄養管理は大切な要素です。もちろん料理もその一つです。プロに入りたての頃から食事に関する意識が非常に高かった大谷選手、高校時代から体作りのための食事をとても大切にしてきたそうです。そんな大谷選手はメジャーに渡って一人暮らしになったことをきっかけに自分でも料理を作るようになりました。最初は作れる料理も限られていたため、よくオムレツを作って食べていたそうです。そんな大谷選手は今後はオムレツだけでなく凝った料理にも挑戦してみたい様子です。プロテインドリンクのザワスの CM 撮影の際にはこんな風に話していました。トレーニングをしたら食べなくてはいけないんですが、今は簡単な料理で終わっています。それをより美味しく様々な栄養素を摂ることができるように自分で工夫できたら、より体作りのためになるのではと思うので、料理が上手くなれたら嬉しいです。凝った料理や難しい料理が作れるようになったら面白いと思います。より良い体作りのため大谷選手は食材選びにもこだわっているそうです。2020年のオフには血液検査を受けて自分に合った食材を調べ上げたのだといいます。その結果を踏まえて今では卵類やグルテンは避けていると話していました。得意料理であるオムレツの出番は少なくなってしまったようです。大谷選手を担当している栄養管理士の大前さんはインタビューで次のように語っていました。大谷選手は常に体や食事のことを考えて本もよく読んでいて勉強しています。
栄養に関してはもうこれ以上はできないというぐらい努力しているのではないでしょうか。さらに大谷選手自身もメジャーで野球をしていく中で食事の大切さを再認識したのだといいます。インタビューでは次のように語っていました。アメリカに行くまではメジャーリーガーの筋肉は先天的な才能、持って生まれたフィジカルだと思っていましたが、しっかりトレーニングをして栄養を取った努力の賜物であると目の当たりにしました。そこはやっぱりさすがだなと思いました。強靭な体は一日にしてならず、毎日の食事にこだわることで大谷選手は大きな怪我もなく、体をどんどん大きくしながら活躍できているのでしょう。食事にもストイックにこだわる様子は大谷選手の野球に対する真摯な姿勢を物語っています。大谷選手がいかに選手としての意識を大切にし野球を愛しているかが伝わってきますね。大谷選手の結婚相手になる女性はおそらく料理ができ、ストイックな大谷選手についていける女性になりそうです。スター選手にも大人気、フレンドリーな性格について。最後に大谷選手の愛されキャラがよくわかるエピソードを紹介していきます。大谷選手が愛される理由の一つでもあるフレンドリーさ、それが発揮されたエピソードを当時のチームメイトであるイアン・キンズラー選手が語っていました。キンズラー選手が大谷選手に初めて会ったのは選手専用のカフェテリアだったそうです。そこで大谷選手に I am ショウヘイと自己紹介をされ、その流れで一緒に朝食を食べたのだといいます。当時はまだ英語もあまり得意ではない状態だったと思いますし、キンズラー選手というメジャーのスター選手にいきなり話しかけるなんてものすごいコミュニケーション能力ですよね。ちなみに甘いもの好きの大谷選手はキンズラー選手が食べていたワッフルを見て、ワッフルが好きと自分の好みを紹介していたそうです。なんとも可愛らしいですね。メジャーへ渡った当時、大谷選手はキンズラー選手の他にもチームメイトに積極的に声をかけていきました。実際に大谷が自ら挨拶に来てくれたと何人ものチームメイトが証言しています。移籍したばかりな上に満足に言葉も通じない環境で、大谷選手を早くチームに溶け込もうと努力していたのでしょう。大谷選手のフレンドリーさが伺えます。そんな大谷選手の性格が現れた一幕が大谷選手のメジャー初ホームランの裏に隠されていました。メジャーではプロ初ホームランや移籍後初ホームランなど記念のホームランを打った際に、あえてすぐには祝福せず何事もなかったかのように振る舞い、その後時間差で盛大に祝うサイレントトリートメントという習慣があります。大谷選手の初ホームランの時にもこのサイレントトリートメントが行われました。ダイヤモンドを一周して帰ってきた後、ベンチに入っても誰も祝福してくれないので一瞬戸惑った様子を見せましたが、異変に察した大谷選手はある行動に出ます。なんと大谷選手は自らキンズラー選手に抱きつきに行ったのです。これにはキンズラー選手も満面の笑顔で大谷選手を抱きしめました。本来はじっと無視しなければならないところを大谷選手の笑顔に釣られてしまったようです。それをきっかけに他の選手たちも参加して大盛り上がりで大谷選手のホームランを祝っていました。チームメイトに囲まれて嬉しそうに笑う大谷選手の表情が印象的でした。キンズラー選手はこの時のことを振り返って次のように話していました。最高のサイレントトリートメントだったよ。でも長続きしなかったんだ。僕はとにかくなるべく彼を見ないように下を向いていたんだ。しかし彼は初ホームランを打ってあまりに興奮していてね、みんなとハイタッチをするハイファイブの準備万端だったんだよ。でも誰も祝福してくれないだろう。彼はすぐに抱きついてきたんだけど、まだ早かったからまだだまだだと思ってたよ。跳ねのけようとしたんだけど、彼は何せ巨漢だからね、うまくいかなかったんだ。彼の初ホームランを祝えたのは幸せな時間だったよ。そんなこともあって大谷選手は1年目からチームにすっかり溶け込んで楽しんでいる様子でした。仲間内のビリヤードやミニバスケットなどにも積極的に参加しているそうです。チームメイトからはいつもスマイル、苛立っているのを見たことがない、油断していると翔平がジョークを飛ばしてくるという声もあります。いつでも笑って楽しそうにしている人は誰であれ魅力的ですよね。そして大谷選手は何事にも一生懸命で謙虚、さらにはジョークを飛ばせるユーモアもあるなんて完璧すぎます。大谷選手には人から愛される魅力が詰まっているんですね。そして大谷選手はコミュニケーションにおいて相手との距離感を縮めるのがとてもうまいと思います。誰にでもフレンドリーに接し、いつの間にか相手の懐に入っているという印象です。兄弟の中でも末っ子なので、そういった立ち回りが得意なのかもしれませんね。
日本ハム時代に行ったトークショーでは、1学年上の先輩である上沢直之選手に無茶ぶりをする場面がありました。大谷選手にゴミ箱にゴミを投げると何割くらい入りますか？との質問が投げかけられた際、大谷選手はそれに、投げないですね、と答えた後、上沢さんは投げるらしいです、とコメントしたのです。上沢選手は、こいつ悪いでしょー、だからクソガキって言われてるんですよ、と楽しそうに笑っていました。また、これも日本ハム時代のトークショーでのエピソードです。当日、体調不良で欠席した新垣隼人選手について、大谷選手は次のように語りました。皆さん知っていると思いますけど、野球よりもトークが上手い選手なのに、今日来られず残念です、とコメントし、会場の笑いを誘いました。新垣選手は、大谷選手より9歳も年上の選手です。こんな大先輩をいじれるのも、大谷選手が日頃から新垣選手と積極的にコミュニケーションを取り、距離を縮めていたからこそですよね。さらに、タレントの菊池亜美さんとの絡みも話題になりました。菊池亜美さんが大谷選手にツーショット写真をお願いした時のこと、ここでも大谷選手のいたずらっ子な一面が顔を覗かせます。大谷選手は、ちょっとすみません、そういうのは、と笑いながら写真を拒否したそうです。これに菊池亜美さんが、そうなんですね、ごめんなさい、とリアクションをすると、大谷選手は満足げに、冗談ですよ、と笑って、最終的にはツーショット写真を撮ることができたのだと言います。菊池亜美さんは大谷選手のことを、イメージよりもフランクな方だったとインスタグラムでコメントをしていました。たとえいじられても大谷選手の笑顔を見ているとなんだか憎めないと思わせられてしまいます。そんなお茶目でいたずらっ子な一面も彼の大きな魅力の一つなのです。大谷選手はメジャーで活躍するスター選手たちにも大人気です。2021年のオールスターゲームでは史上初指名打者と投手として出場した大谷選手に他の選手たちも興味津々でした。大谷のサインが欲しいと敵チームの選手たちも大谷選手の元に集まってきていました。オールスターゲームに7度も選出されているベテランのクルーズ選手はみんな彼のサインを求めていた。僕は写真にサインを2つももらったよと嬉しそうに話していました。さらにホワイトソックスの守護神と呼ばれているリアム・ヘンドリクス投手も大谷選手にサインをもらってこんなコメントを残しています。もちろんボールにサインをもらったよ。みんなが彼の成し遂げていることに畏敬の念を抱いていると思う。翔平と話して最も印象的だったのは彼が素晴らしい人間であるということだね。今までで最もナイスガイな一人だ。謙虚で丁寧で彼はテレビに見るありのままの存在だった。他にもメジャーで大谷選手に魅了されている選手はたくさんいます。例えばニューヨークヤンキースのエースゲリット・コール選手は僕は大谷のファンだと公言し大谷選手のプレーや人柄を褒めたたえています。大谷選手の実力は今や誰もが認めるところで、彼がホームランダービーに出場した際も多くの選手が称賛のコメントをしていました。前日にホームランダービーに出て翌日には投打で試合に出るなんて信じられない。彼は何でもできる。彼がやっていること全てが信じられない、など海外選手の度肝を抜く活躍を見せてくれました。また2021年ホームラン王争いをしたゲレーロジュニア選手からも愛されており、ゲレーロ選手は大谷選手について次のようにコメントしています。彼は天才的な素晴らしい選手であり、それと同時に素晴らしい人間で非常に謙虚です。特に今シーズン彼の取り組んでいる役割、活躍に関してそう思う。オールスターの時にはたくさん喋ったけど、とても謙虚な人だった。また大谷選手の活躍を宇宙人に例えたりもしていました。彼は同じ人間だと思えないよ、まるで宇宙人だ。機能するかどうかを確認するために地球に送られたある種の実験であり、その実験は成功していると思う、などゲレーロジュニア選手はいつでも大谷選手を称賛するコメントを残しています。ゲレーロジュニア選手はオールスターゲームで MVP に選ばれましたが、その際にも僕は大谷を MVP に選ぶよとコメントしました。彼の大谷愛はかなりのものですね。2人のツーショット写真も話題になりました。楽しそうに肩を組んでいるのを見ると、お互いに認め合っているのだということが伝わってきます。このように大谷選手はメジャーの選手にも認められ、愛されているのです。これはプレーでの実績はもちろん、親しみやすい彼のキャラクターがそうさせているのだと思います。いつも笑顔でフレンドリー、謙虚で努力家、そして時々垣間見えるいたずらっ子な一面。そんな大谷選手の愛されキャラは、今や国境を越えてたくさんの人々を魅了し続けています。
さて、いかがだったでしょうか。大谷選手の素顔の魅力をたくさん知っていただけたかと思います。二刀流で華々しい活躍を見せている大谷選手ですが、彼が愛される選手、応援される選手である理由は、こういった愛らしい素顔にも隠されているのでしょう。大谷選手についてのエピソードや他の選手からのコメントを調べていると、野球選手としてのプレーだけでなく、人間性を認める声が本当に多いなと感じます。一人の人間として、敵味方や国の違いも関係なく、様々な人に認められている大谷選手は本当に素晴らしい人間なのでしょう。そんな大谷選手の今後の活躍からも目が離せませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思った方はぜひ高評価、グッドボタンをお願いします。また大谷選手の素顔についての感想や、他にもこんなエピソードがあるよなど、コメント欄で教えてくれると嬉しいです。このチャンネルでは他にも大谷選手をはじめとした野球選手についての動画をアップしています。そしてこれからも大谷選手の魅力が伝わるような動画を作っていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。